どうしてこんなことに。そうだよ、何があったの？ねえお兄ちゃん。お兄ちゃんってば。はるかの容体は。お父さん。アルミ君、君は大丈夫なのかね？怪我の方は。アルミ君。ちゃん、なるみくん、やめなさい。やめてよ。何があったのか知らないが、まずは落ち着いて。そんなことはやめなさい。とにかく顔を上げて。
お姉ちゃん。傷の方は心配ありません。今後の経過についてはもう少し様子を見ませんと。なるみさんこそ毎日熱心ですね。
なるみさんにはなるみさんの生活があるんでしょうから。当たり前です。お花を買うんです。結構です。どうしてあんなことしたんですか？なんで？なんで今日なんですか？週末は私、来られないから。金曜日はいっぱい花を買う日なのに。それはあなたが。姉さんはその花を月曜日まで見るんです。行きます。
あら、おはよう。君が来たら聞こうと思っていたことがあるのよ。昨日、私が病室に行くまでの間に何かあったの？ほら、鈴宮さん、顔が赤かったでしょ？あれからちょっと微熱が続いてね。まあいいわ。それより熱心ね、毎日。私が人としてなんて言ったからかしら。若いうちに悩むのはいいことよ。男と女ってものにこれという正解はないからね。付き合った時の気持ち、付き合い方、そして期間、そんなものは全く当てにならないから。まあせいぜい自分で傷を深くえぐることのないように。いくら医者でもその傷は治せないよ。さ、行こうか。先生、いいところに。先生、ぜひお力を。はいはい、なるみくん、先に行っててくれる？何か仕組んでる？こっちの話、くれぐれも変なことしないように。先生。はいはい。Thank you.
ちょっと熱が出ちゃった。ねえ高幸くん、あのね、手をね、こうして、どうしたの？わからないの？高幸くん、私のこと避けてる？
て、飛行船。高雪くん、ほらほら、飛行船だよ。珍しいね、飛行船なんて。夢があって面白いよね、飛行船って。学校行きたいな。お邪魔しまーす。あー、よかった。どうしたの？だってお姉ちゃんとお兄ちゃんがイチャイチャしてたら入れないじゃない。焦ってる。うん、今ね、飛行船を見てたんだよ。え、どこどこ？あそこ。あれ？何が？あ、お姉ちゃん、明日ね、お母さんが。Thank you.
もう？鈴宮さんの彼氏、どうも。覚えててくれたの？光栄だわ。でも、なんでこんなとこに？彼氏、喫煙タイム？院内は刺繍プンプンだしね、逃げ出したくもなるよね。じゃあ問題。このシーツ、いっつも干してあるの。どうしてだかわかる？が干してあるとここは四角になります。やだ、彼氏ってばむっつり。ブー、時間切れ。答え、毎日洗ってるからです。